こうやってさ、普段歩いてるときさ、どんなこと考えてる？ね、夜ご飯何にしようとか考えてます、ね。まあ、やっぱり食べ物か。大事大事、僕も大体食べ物のことばっかり考えてるんだけど、実はそこで何を考えてるかによって、幸福度とか不安感とか、変わってくるって研究があるんですよ。すれ違う人、誰でもいいらしいんですよね。全然知らない人でいいらしいんで、人の幸せを一生懸命考えてる。どういうこと？これね、アイオワ大学のジェンタイルという都市の研究なんですけど、大学の構内を12分間歩いてもらって、その時に目に入る人の幸せを全力で考えてもらうっていうチームと、あと全然関係ない他のことを考えていたチームがいくつかあったんですけど、それで比較したんですね。結局その他人の幸せを一生懸命考えた人たちは、まず不安感が減った、で幸福度が上がった、で共感力が高まった、そして連帯意識とか思いやりまで高まったっていうことで、めっちゃハッピーじゃないですか。で歩いてる時、でどうせろくなこと考えないんだからね、なんだあいつなのかね、ね、結局人の幸せを考えるだけで自分までハッピーになる、こんな楽な方法ないじゃないですか。しかも歩いてる時に逃げるわけでしょ。ということで、これいつでもどこでも歩きながら実践できるっていうので、皆さんぜひ試してみてください。みーちゃんが幸せになりますように。幸せになれよ。言った目口？上手やぞ。